回は成年後見制度についてご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。そもそも成年後見制度とは、自己判断能力が低下した人の財産を保護するための制度です。具体的には認知症、知的障害などの判断能力が不十分な人の財産を保護される制度です。ご利用方法については、本人の住所地の家庭裁判所へ申請を行います。または市町村の高齢障害福祉課、社会福祉協議会、成年後見制度をサポートする NPO 法人などに相談してください。申請は本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長が行えます。申請用紙についてはホームページなどでもダウンロードできます。お金や時間ってどれくらいかかるの？っていう質問がよくあります。まず申請と登記だけでおよそ26,800円、切手代、診断書の作成代、戸籍謄本の請求などでさらにお金がかかってきます。鑑定費用についてもかかります。費用は都道府県や団体によって異なるんですけれど、5万円程度。また選任された成年後見人、補佐人、補助人についても毎月の報酬が発生します。時間についてはおおよそですが、2ヶ月から3ヶ月ぐらい、申請から登記までかかります。後見にも種類があります。まず1つ目、法定後見、補佐、補助、後見の種類があります。任意後見、ご本人に十分な判断能力があるときに後見人を決め契約します。この際、公正証書などで取り決めを交わしています。ここまで駆け足でご説明しましたが、次回の動画では成年後見制度を利用したけど、できることとできないことについてご説明します。また、対応に不満があって後見人を選び直したい、それってできるの？などのご質問に答えていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。